うん、ここの関節なくてもいいのでそこをどう書くかっていうところがポイントだと思います。お疲れ様でした。はい、ね、こんな感じですね。書く書く、またはですねこのちょっと指のアップも書いてみますか。ちょっとねやっぱね手ね書いてると楽しいんですよね。こうやってね、あ、ちょっとですね先生たちが帰るようなタイミングでですねこれ撮影してたりもするんでね、あれなんですよ、挨拶もしながらですね、皆さん挨拶感じですよね、業界ですから。そんな話も交えつつ、ですね、はい、これ、指ですね、指です。そして指の腹にですね、指の腹には例えばロボットだと、お疲れ様でした。指だとやっぱり物を掴んだ時にあんまり滑っちゃダメだと思うので、もしかしたらこういうギザ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 がついてるかもしれないですよね。で内角にそのぐるっと回るための関節がこうやって入るみたいなね、これ内側みたいな、うん、こういう形がね結構ポイントだったりもするんですよね。はい、なのでカクカクね。でただカクカクカクだとこれダメですね。ロボットっぽくないですよ、こんなの。こんなのカッコ悪い。こうじゃなくて指の先でちょっとこういう、これ指の先ですから、ね、でさらに、第2の指のあたりで、ね、こういうような、うん、なんて言うんでしょう、ちょっと面白い形ですよね。出てこないすぐに呼び方なんて。ここもこんな感じかな。でなんでこういう形にしていくかっていうと、ここにいわゆる回転関節、関節があって、この指がこっちに曲がる、ね、ここに回転関節があって、まあ、ここから曲がるからね、こっちに曲がる。だからこそこの余裕が必要なわけですよね、うん、なのでここすごく大事です。こういうこと、こういうこと、こういうこと、こういうことね。はい、ですのでこのポイント忘れないようにしてください。はい、まあ、あとは四角いねこういうなんて言うんでしょう、指も描きましたけども、もしかしたらねロボットで児玉が大好きなねマジンガー Z のようなね、あとはイデオンのようなね、はい、丸い指っていうのね、ジャイアントロボのようなね、そういう指もいいですよね。こうかな、そしてね、こういうようなね、はい、手ね、これスーパーロボットの感じしますよね。あとは握り手とかもねやっぱすごく重要ですよね。あ、やっぱ手描くとねちょっと止まらないですね。ちょっとね8分っていうね長いっていう、すいませんいつもこんな長くてね、ぜひ早送りとかしてね、あの見たいとこだけ見といてください。はい、こんな感じで、こうかな、第一関節が曲がったところのちょっとここ、この辺りをしっかり描くっていうのもコツですね。はい、でここも曲がる関節、はいはい、こんな感じでやっていきます。こういうことです。はい、はい、こんな感じ、こういうね感じで描くとよろしいんじゃないでしょうか。
はい、ということで基本的には人間の、ね、手をベースにはするんですけども、例えばバルバトスさんのようにちょっと爪が出すような感じ、角指または、ね、丸い指なんかもいろいろな、ね、用紙があると思うんですけども、関節をどのように描くか、こういうことですねとか、やっぱそういったところをですね、立体物のそのキューブの捉え方、ね、これをやっぱベースにそれをしっかり活かして描いていくこと、またはちょっとね悪魔っぽい 指にしようかなとかね、あとは本当に建設機械のようなね格しい、表現にしようかっていうところがやっぱり一番面白いところですよね。はい、ということで今日はですね、10分にわたってずっと手を描くということですね、博士のロボット講座でした。まだロボット描きません。はい、ということで、博士のロボット講座でした。